では、続きまして第2部の方どうぞよろしくお願いいたします。それでは拍手で始めたいと思います。よろしくお願いします。第1部は、ね、熱いトークを、ね、みんなそれぞれ4人違う形で体の関わり方という形で、まあ、こういう機会ってなかなかないですよね。で私自身そういうのって意外と少ないなと思って、ぜひこういう、ね、コラボイベントみたいな形、あと皆さん同じ目線で参加できるような、ね、イベントをぜひやりたいということで今回企画した次第です。まあ、セラピストにとって今後その活用しない手はないと思いますので、ぜひ今日私たち4人が語るということではなく、ぜひ皆さんの、ね、動画とかこれがやってみようかなみたいな、そういう気持ちになっていただけるようにね、私たち話したいなと思いますので、ぜひ自分事として聞いてみてください。質問とか途中来ても大丈夫ですから。はい。それからまあその辺、なんでこう動画を始めるに至ったきっかけみたいな、皆さんと同じようにこれから動画やってみようかなみたいな、ちょっと遡ってもらって、なんで自分がこううまくいってない時から初めて動画をやり出したきっかけみたいなところから、ちょっとまずね、聞きたいですね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。僕？うん。あ、はい。まあ、僕が動画を始めるきっかけは、まあ、ハワイで仕事をしてて、日本に帰ってきて、どうしようかなと。うん。教える仕事をしたいなと思ったんですよね、単純に。自分のスキルとか持ってる今まで自分がやってきたことを人に伝えたいな。今までは自分のお店のねことか、あとはその教えてほしいんですっていう直接来た人だけにこうやってたんですけども、それをもっと広く自分のこのね修行を必要としてくれてる人にこう教え伝えたいなって思った時に、一番効率的なのは何かなと、あ、これはもう動画で発信した方がいいなと。でその頃まあ YouTube 自分は見る側だったんで、あ、自分もやる側にやってみようと。で最初はね、すごくね、やっぱ恐れもあって、抵抗もあったんですけども、これね、やってしまうとね、意外とできるもんで、ね、うん、そうじゃないですか。そうですね。ね、で、まあ、やり始めたっていうのはね、とにかく自分がやってることを多くの人に見てもらう、そのためには、やっぱ動画しかないな、うん、インターネットしかないなと思って、やり始めたわけです。はい。きっかけは。ああ、きっかけ、まあ、さっきちょっと触れましたけど、電話とかで問い合わせ、うん、どういうメニューなんですか、どういう店なんですかっていうのがあったので、うんうんうん、いちいちそれに答える、うんね、うん、でまあ、あと言葉だけでは、うんうん、まあ、難しい、伝わらないじゃないですか。そのどういう感じだから自分に合いそうだとかっていうのを、うんうん、まあまあ、分かってもらうのは写真より言葉より、うんうん、やっぱり動画で音もあるし、まあね、動きもあるし、うん、やっぱりその人の、まあ、やってる人の雰囲気だとか、やってる場所の写真だけじゃなくて分かる、うん、角度変えて分かる、ベッドの高さとか、いろいろそういうのが、うん、あ、ここ雰囲気いいわねとか、一発で分かっちゃう。そうなんですよね、出ると思うんですよ、うん、やっぱなんか私この顔の人嫌いだなとか、うんうん、来てから分かるより、うん、分かる前、うん、もうその行く前から分かってた方が行きたくなると思うんで、うんうん、最初はそういう感じですね、うん、メニューとか人柄伝えた方が分かってもらって来てもらえるなっていうので、うん、はい、です。いや、私のきっかけはケンさんなんですけど、でガチガチ専門っていうのをやってて、まあ奈良の田舎で一人でやってたわけですけども、広げたいなっていう気持ちは常にあったんですよね。でケンさんの動画をひたすら見てたんですよ。おもろいなこの人っつってねえ、もうほんまおもろいな、でも参考になるな。で、ある時、なんかね、こういう風に動画を進める動画をね、そうですね、2年前、2年ちょい前ぐらいね、それできっかけですよね。そうですね。じゃあやっちゃおうかなと。で、とりあえずいきなりガチガチ専門を発信するっていうのは、ちょっとそれはいきなり壁が高かったんで、うん、とにかく自分のサロンを集客するために宣伝しようと思って動画作ったんですよね。メニューはこんな感じですとか、こんな雰囲気ですとか、うん、まあ、そこから入りましたね、うん、やっぱ、なんつうか楽でしょ、動画で説明した方が楽です、ね、見てる方も分かるし、うんうんうん、もう自分でね、このテレビのチャンネルを持つような感覚っていうかね、確かに確かに、そのさっきの花澤さんもそうだけど、やっぱり個室サロンであればあるほど、おうちサロンであるほど入るまでってすごい勇気がいるじゃない。でそこでかなりそのロスをしているというか、行きたくても行ける勇気がないと思うんだけど、そこが中がね分かってて、花、うん、田さんの顔も見えて、うん、サロンの仲間ったら安心感もあると思うから、この花田さんとかね、駅からのアクセス動画とか撮ってるけど、
多分行ったことない人でもなんか行ったことある感があるのが、まあ、動画の凄さなのかなと思います、うんうん、僕自身は動画どうだそうだ、ね、やっぱケンさんが初めて東京のケンシアツスクールの、そうそう、配信も一番最初の方だよね、ね、そうだよね、一番初めのやつ、うん、うちの、そうそうそう、森の学校に来てくれて、でうちで私はスクールやるからって話で来てくれて、すごいね、スクールやるのって話で、ちょうどうちのカフェで食事してるときに、だでもやんなよって、やりなさい、そうそう、そう、そう、でその時に別にマッサージの動画じゃなくて、なんかその時ご飯食べてた、なんか紫芋のスープかなんかの食リポみたいなのとかあげて、で、いやいや、そんなんいいよって言ってたんだけど、恥ずかしかったね。僕があげたわけじゃなくて、陽平くんね、陽平くんが買ってあげてくれて、僕のチャンネルにあげてくれて、それがきっかけなんですよ。で、本当面白いもんでね、最初やっぱ0から1っていうのが、僕ですらとか、僕で今だに恥ずかしいですけど、最初のきっかけって、意外と自分じゃなかったりするんですよ。やっぱ相手がいて、背中を押されるところもあるから、まあ、そういう意味ではね、そのきっかけをね、作ってもらったのが、そのケンシアスクールの森の学校1回目っていうね、なかなか印象深いね。あります、うん、誰かに、ね、背中をこう蹴飛ばされないとなかなかできないんでそうですよね、そうですね、うん、で実際、まあ、結構走りというか、まあ、セラピストさんって今まで、まあ、僕もあんまり主義とかって隠すものというか、その意思相伝というか師匠から教わったものってもう教えちゃダメぐらいな感じだったけど、それを動画で撮るなんて多分真逆の発想だったと思うんだけど、なんかそういうのってあったんですか？結局感じてみないと分かんないじゃないですか、見ても、うんうん、分かんないんですよ、うんうんうん、どんだけ出したところで、うんうん、感覚いい人はそれでねうまくこう盗んでるんだろうけど、うんうん、自分の技術をいくら外に出して、うん、それがね誰かにこう勝手に使われたとしても、うん、どんどん使ってくださいよみたいな感じで僕は、それでねもっとこう評判が良くなったらそれがそれでいいわけで、結局本当の細かいところっていうのは直接こうね教えさせていただかないとなかなか伝わらないもんなんで、うん、そんだけ出しても惜しくない、うん、まあ、あと動画ってさ、やっぱあれじゃない、うん、なんか出て、なんか言われるんじゃないかとか、そうなんですね、こう変な人がくっついてくるんじゃないかとか、まあ、そういうこともね、でも心配されることがあります、そうでしょ、大丈夫、女性だとね、そう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 、そう、うん、まあ、それでもないですよきっぱりそんなに人は興味持たれないし、持たれても、うん、持たれてもうあそんなにとんでもない人ってあんま来ないですよ。だから、うん、予約する際には一応こうやっぱり誰が何時に来るっていうのをちゃんと分かった状態でやってるので、うん、そんななんか襲いかかられたりとかしたことはないです。うん、はい、あんまり、うん、心配するほど危ないことはないですね。うんうんうん、で何かあったら。それはその時で大声出すなり、うんうん、まあ別にできると思うので、うんうん、はい、まあそれほどそんなにね、心配、まあ可能性はゼロではないですけど、心配するほど結構世の中安全です。日本は安全ですし、前の方がやってない時の方が、それは何かもっと性的なサービスが受けられるんですか的なのがあったんですよ。まあ、来てから言い出す人とかいたんですよ、うんうん、きっとどうせ、うんうん、あのひっそりやっててどうせお金もないだろうし、うん、ちょっと押せば、うん、あのやらせてもらえるんじゃないか、うん、やってもらえるんじゃないかっていう、うんうん、まあ、ちょっと誤解されるような、まあ、じゃあ確かに実際女性が一人で開けてるお店で男性も可能ですってなると、まあ、そういう実際やそういうサービスをやってるところもあるので、ちょっとその分かりにくいっていうのがあるとは思うんですね。だからこそオープンに出してもう健全なお店です、私はもうその健全にやってます、こんなに顔出してます、名前出してますってなった方が、あ、ここは何か言っても無理だろうなって思うと思うので、むしろ出すのであれば変に隠そうとしないで、ここでこういうお店やってます、私これ私がやる人ですっていう風にしちゃった方が、お客、女の人も安心するし、男の人も変な人は来なくなるっていうのがあると思います。ちなみに聞き忘れたんですけど、今もこの時点で YouTube のチャンネルやってるなって方いらっしゃったりしますか？ああ、ぜひぜひ今日ね帰る時にやってみようかなって人がね増えればいいなと思ってますけど、そうですね、実際ねやってらっしゃる方もいますかね、うんうん、
実際何から始めればいいかってところだよね、うんうんうん、でそうは言うけど、はいはい、実は何撮ったらいいか分かんないから何喋ったらいいか、それこそ本当ブログとかもね、何書いたらいいか分かんないってことがあると思うんで、何でもいいんですよ、別に。何でもいい。自分を表現することで、人に何言われようが、自分が興味あるものとかね、はい、なんかやればいいんで、まあ、最初の第一歩なんですよ。うんうん、そんなの、ね、やっていくうちにだんだん上手になるんで、うんうん、なんでも。なるし、その、あ、この人いいなと思って来てくれた方が嬉しくないですか、うん、かっこつけて、そのかっこいいのを見て期待して来られて、はい、うん、あ、なんか思ったよりってなられるより、あ、この人こういう人なんだ、へえ面白い話合いそうとかってなって来てもらったら、うんうんうん、その自然体の自分のままでいいじゃないですか。なんか動画撮る私もあの結構ビュービューやっちゃうままみたいな感じで人の家で撮ったりとか、うんうん、外で撮ったりとか、うんうん、そう、接してて、でその時の格好そのまんまっていうのでやってるから、なんか何この汚い家とか、うん、何この変な格好とか、なんでこんなとこ来てこんなことやんだよみたいな文句言う人はいるんですよ。あ、いるの？いますね。なん整体師なら白衣を着ろとか、その一方で、一方で医者じゃないのに白衣を着るんだとか、まあいろいろ文句言う人は、言いたい人はもう何かにつけて文句言うんですよ。化粧が変だとか、そう、まあ、なんか関係ないところまでいろいろ言ってくるっていう人はいるのはいる。いるのはいるけど、そういう人はどうせ何かを見ようとする人ですから、うん、ケチつけようとする人に合わせてやる、まあ、そうだから、そういう人はもうそういうきちんとしたところに行けばよしと、うん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 、まあ、やっぱり自分のことを、私はその自分を出して、うん、私もケラ読んでたんですよとかいう人が来てくれる、自分の属性に合った人、そう、属性に合った人が来る、お互い幸せな空間なんですよ、そう、それはあの、だから楽でしょ、そう、楽なんです、ね、楽に、で相手も楽、こっちも楽だから、いい施術になるんですよ、うん、やっぱりこの人、うん、どんな人なのか分かんないって思いながら受ける。でお客、私もお客さんに対して、うん、あ、この人何で怒るか分かんないって思いながらやる、いませんか、なんか緊張する人話してくんない人とか、ね、気が合わない、そう、気が合わない人とやってもお互い辛いんですよ、うん、やられる方もやる方もなんか話しづらいなとかなっちゃって、どうせ来ないですよ、そういう人は。実際始めてみて、はい、まあ、良かった変化とか、実際のその集客だったり、その辺の具体的なところを話して、皆さんちょっと話して、はい、そうですね、だからお客様のいらっしゃるその証券が広がりましたよね、うん、あ、もうそれはもう間違いなく、間違いない、それしなかったら本当近所の、あの、まあ、奈良県の王子町というところなんですけど、そこの人しか来なかったですけど、うん、まあね、都道府県変わっても来られるし、うん、電車乗ってでも来るし、うん、っていうことが起きますよね、起きます。で、あと講座もね、さっきの話になるけど、こう動画で、発信して、参加していただいてるから、うん、やっぱ同じ目標もすでに持って集まってくださるんで、まあ、話が早いし、うん、やりやすいですよね、やりやすい、ありがとうございました。うん、もっともっとちょっと、ちょっと、はい、いや、ほんまそんな感じなんですよ。でもそれがきっかけで結局、王子をとどまらず、東京にもお客様がいるってことを感じたのは、まあ、動画があったからってことですね。あ、そうね、いや、そう、そうか。だからね、結局、最初は、ケンさんの見てて、うん、あ、ケンさんのようになりたいなってなって、やりましたよね。で、一つ動けばなんか次のことも動き出すんですよね。で、動画始めました、サロンに来てもらうようになりました、そしたら、講座もできるんちゃうかなっていう可能性が見えてきました。実際できました。次 DVD、 そしたら問い合わせ来るんですね。あれ、下川さんのとこ DVD ないんですかとか、あんま作ってないんですよっていうのが何件かあって、それで私もやっと、撮るようになって DVD を作るようになったんですね。だから一つ動いたら次、また次、うん、ってなって今に至るんですよ。だから初めから僕その広めたいという気持ちはあったけど、東京に店なんか出すなんて1年前思ってないですよね、本当に、うん、で東京に出しちゃいました。でこうやってね、三井さん、花澤さんとも知らることができました。でこういう、ね、場にも呼んでいただくことになりましたっていう、次々言ってますよね、うんうん、だからさっきも言った0から1、はい、これですよね、うん、
ゼロから1、その YouTube を始める、うん、始めるっていうその一番初めのパワーってめっちゃ必要じゃないですか、うんうん、まず1始めて怖いっすよね動画出すのって怖いでしょ、うん、低評価押されたらどうしようとか、それは僕も思ってましたけど、なんでしょうね、低評価押されますけど別にそれは何やろ、応援してくれてる人が山ほどいてるっていうことをあの感じるじゃないですか、動画やってたら、あの高評価別に押されんでもいろいろ反応があるんですよ、ブログでもね、ページビューが増えたりとか、チャンネル登録が勝手に増えてったりとか、なんか電話の問い合わせがやたらなるとかね、だからそういうとこを見てったら別に低評価なんかそんな気にならんようになってくるんですよね、うん、で多少何か書かれたとしてもネットに書き込むやつなんか所詮って思うし、そんな目の前に来てバーって文句言うてくるようなやつらちゃうやろって思ったら、そんなんね、そういう人たちなんやなって勝手に思ったらかわいそうやなって思っちゃうし、だからまあ所詮そういう人たちなんやからさ、いちいちそんなんに反応せんでもいいよなっていう気持ちにはなりますよね。まあそうですね、うん、ブサイクだなとか、まあなんか、なんでこのババアとか、まあいろいろ下手くそだとか、素人丸出しだとか、まあいろいろ言う人はいます。言われることはあるにはあるんですけど、でも、まあ本当その、そのお母さんおっしゃった通りで、それ以上に褒めてくださったりとか、まあ高評価つけてくださったり、チャンネル登録してくださったりみたいな感じで、なんかこう、私なんかもっとダメだと思ったんですよ、うん、全然そりゃそうだろうと、私がこんなに輝ける場があるとは思わなかったですよ、うんうん、本当に周りも私自身も、本当にゼロから1、私はあんまり何も考えないタイプなんで、その怖いはなかったんですよ、うんうん、始める時に何も、私始める時に大体何も怖くないんですね、ぶっ飛んでるんですよねだからとりあえず そんなどうせ誰も見ないと思って始めたら、なんか1000とか2000とか言って、そんな行くんだって驚いたんですけど、そうそう、最初言ってきたけどそんなすぐ再生されないですよね、しないです、普通はしないと思います、されないですよね、いやだから僕も最初1本目出す時はもう何回も撮り直して、うわ何ちゅう顔してねんとか、なんでこんなところで髪やねんって気にしてていざ、1週間ぐらいかけて1本目出来上がったんですよ、それを再生ボタン押すのもすごい悩んで、あ、じゃあ投稿ボタンか、うん、と頑張って押したんですよ、1週間で1回再生されただけなんですよ、ね、あんだけ頑張ってもあれってなって、でもなんかそれを繰り返してるうちに、まあ、毎日チェックするんですけど、1週間に1再生やったのがだんだんそれこそ1週間に2再生になる、それがちょっとずつ喜びに変わってくるんですよね、うん、そしたら2本目撮る、3本目撮るってなったら、動画撮り始めたら楽しくならないですか、楽しいですよ、楽しいですよね、ケイはもう、ケイさんはもうやり始め長いわけだから、はい、その最初のところかな、手探り始めたわけだけど、実際やってきて、変化というか、一番これがすごい魅力になるみたいなところはぜひ、最初、まあ、一番の魅力は自分が表現者になるっていうことで、うん、まず人がやれてないこと、うん、人がやってないことをやってる自分っていうのがすごく、まあ、俺いいなやってるのというところで自信がつくんです、うん、僕もこんな風に人前で話ができる人間じゃなくて、もう本当赤面症でね、若い時なんか、いや僕なんてみたいなね、そうわわわわみたいなやつなんで、うん、そんな風にやってるんですよ、そうそうそう、こんなに人見知り、うんうんうん、でもそれがね、やっぱ動画をやっていく上でもそんなこと言ってられないでしょ、でもなんていうのかな、変にね、こう自分で自分を閉じ込めてたこの、ね、この鍵がパンとこう外れたというか、うんうんうん、積極的になれるんですよ、うんうん、いろんなことに対して、うんうん、やっぱり人生やっぱ積極的にいろんなことやった方がいろんな道も開けると思うし、うん、関わっていく人も変わってくると思うし、うんうん、それが多い方がいいじゃないですか、確かに、ね、確かに、で自分から表に出ちゃうと、うん、それこそさっき言ってたみたいにね、自分の属性に近い人、うん、今日集まりいただいた皆さんもやっぱなんか自分にとっていいものがあるんじゃないかというか、うんうん、なんか行きたいなっていうか ね、 そ う、 ですね、そういう気持ちがあったと思うんですよ、うん、だからやっぱ今日来てくださってる方々はやっぱ行動的なんですよね、やっぱり、そうだ、 だからこそ、うん、動画の世界にも飛び込んでいけるその資質はあるわけなんですよ、ね、あとは、まあ、本当にゼロ、1ですよね、ゼロ、1ね、僕がやってみたんだよね、なので、やらないよりはやった方がいい、だってただですからね、うん、YouTube のただですから、そこも大きいですよね、全世界にも発信できるし、ね、
それこそ本当に自分なんて何もないとか何も持ってないと思ってたとしても、そこにすらたどり着いてない人にとっては、うん、先生みたいな存在になれるわけですよ。確かにね。僕はこういうふうにやってきたとか、それこそ自分が今まで好きだった、今好きでやってることでもいいし、うん、趣味のことでもいいし、うんうん、それこそマッサージの仕事でもいいし、うん、この間お客さんこうやって言われて嬉しかったとか、そういうことでもいいんですよね。うん、そういうのをね、こうアップしていって、誰も別に本当は一人二人でもいいんで、うん、とにかくまずやってみること、そうするといろんなものも見えてくるし、ね、こんな感じですかね。僕も本当一番僕から見て動画の活用法というのは人の仲間集めというかね、あの実際今20人ぐらい仲間スタッフがいてやってるんですけど、やっぱり人を採用するって実は一番お金がかかるといいますか、例えば僕らのそのセラピストを募集すると、ね、高いところだと60万ぐらい成功報酬が2ヶ月分とかね、あとは安いところでも8万10万なんてザラなんですけど、かといっていい人が来るかって言ったらまた違うわけで、入ったけどやっぱりやめますなんて人もいますから、じゃあ60万戻ってくるか戻ってこない、もうそういう感じのやっぱいい人と出会うのってすごい大変なんですけど、動画を見て来てくれた人っていうのは実はその20人うち5人ぐらいですね、やっぱ動画を見て来てくれましたっていう仲間が今実際働いてもらってるんですね。でどの動画を見てくれてきたのって話をしたら、さっき のカフェでなんかスープ飲んでるあれが見て、なんかこう他のところはなんか先生先生とかって言ってなんか厳しそうで、なんかおしゃれ感を感じなかったんだけど、あの三井さんはなんかカフェもやっててなんか自分的に合うと思って来ましたみたいな感じで、だから僕がどうこうもそうなんですけど、皆さん、まあ、お客さんが選ぶ時代だから、うん、僕に合うか合わないかっていうのを要は選んでもらう基準を出してた方が、うん、逆にそのもう来てくれた時点で僕に多分合ってる人が来てくれてるわけだから、うん、僕も実際会ったりするわけですよ。でも禁煙しかダメよとか言ってるからタバコ臭い人も来ないし、みんなその健康意識の高い方もいたりとか、だからむしろね、主義のところよりなんか自然療法やってらっしゃるってとか、そっちかみたいな感じで、あのカフェの方の食いつきで来てくださる方が多いんですけど、本当そういうのは自分の中でどこでどう皆さんの心に響いたのか分かりませんけども、そういう形で自分のことを知っていただく、まあ、きっかけというか、まあ、履歴書みたいなもんですよね。まあ、そういう形でこう人と出会えるというのが、まあ、仕事をしていく中でとても大きいこと、多分皆さんこれから開業なさったりとか、自分で忙しくなってもう一人雇いたいなとかさ、仲間が欲しいからとか、そういう例えば、ね、お子さんができて働けなったから今のお客さんをちょっと引き継いでくれる人いないかなみたいな、そういう時期は多分来ると思うんですけど、その時に動画をやってると、あなたの元で働きたいって方がこれ必ずいますので、まあ、そういう意味でもね、自分と会ったあの人、みんなさっき話しちゃったけど、やっぱ自分と同じ波長の人と仕事をした方がやっぱストレス少ないんですよね。そうすると楽だし、結果的にお客様にも笑顔で接せれるから、またいい形でね、あのプラスのスパイラルが広がってくるから、僕自身そこが一番動画のね、あの魅力というか可能性をすごく感じているところです。まあ、こんな感じでいろんなきっかけで、ね、動画を始めたきっかけはありますけど、それぞれ仕事とかジャンルとか違いますけど、それぞれね、こう動画の良さというか素晴らしさを感じているわけですよね。感じてます。もう恩恵受けまくりですね、うん、なしには考えられないですね。動画やりたいっていう人いるのかな。動画やりたいっていう方、手を挙げていただいて。あっ、おいましたね。いらっしゃいました。一回自分で撮って、自分であげて、いいですね、自分で見て、まあ、聞きたいんですけど、いや大事だよ。まずね、最初に自分の目になれるっていうのが大事なんですよ。自分のこと見るのこっぱずかしいでしょ。でもね、その自分をこう客観的にこう見られるようになるっていうのが、まず大事なんですよね。確かに。ぜひ今日きっかけね、ゼロイチであの動画ね、あの撮ってっていただいて、一歩曲げてみればね、一歩になりますから、こう見ていただいた方も、あの時のみたいな感じで、ね、なると勇気になるかもしれませんが、ぜひ、ね、やっていただくといいと思います。ちょっと興味あるという方いますか、ちょっと。他にいらっしゃいませんか。別にあの当ててないからね、こう話してくださいとか言わないんで。はいって。いますか。なんかメガネの方、やってみたいですね。なんかね、私もそうなんですけど、あのやってた方が女の人綺麗になると思いますよ。男の人もかっこよくなると思いますけど、
気にするようになるもんね。気にするようになる。なる。なんかね、どうでもいいってなっちゃうじゃないですか、もう。どうでもいい。だんだん、だってなかったら、間がなかったら。わかるよ。わかるよ、確かに。ね、そう。間がなかったら、どうでもいいわってなって、やっぱ、小汚いのに慣れちゃうんですよ。小汚い。でも、やっぱりこうそういうふうにこう撮ると、うん、まあ、よく分かるんで、例えばそれこそ自分の顔の歪みとかも分かりますよ。ああ分かる、ね、口の動かし方とか。だから健康管理とか、まあ、美容のこととかもそうですけど、うん、意識がすごく高くなって、うん、意識高い系でね、高い系でね、女子力上がると思うんですよ、うん、ね、はい、だからいいじゃないですかね。私も最近女子です、まあ、まだまだブスですけど、あの、なんか綺麗になったとか可愛いって言われること増えたんですよ、化粧したりとかね、うんうん、当たり前のようですけど、最初私本当にさっき言ったように怖いもの知らずなんで、うん、じゃあやろっかなっつって5秒後には撮り始めてるぐらいのひどいところで撮って、うん、今見比べると本当にすごい差があるんですよ、落差が、うん、なんでひどいんだって思って、よくこれで出たなとか思ったりするんですけど、まあ自分は基本的に自分が好きなので、まあ、そうだね、それも私だなみたいな感じで嫌な気分はないんですけどね、うん、ですかみたいな感じとか、はい、遠慮なく。でも iPhone でいいよね。 iPhone すごい優秀なので、はい、確かに暗くなっちゃうんですよね。あ、確かに明るいところじゃないと難しいですよね。室内で撮るんやったら、うん、こういうところでちょっと暗いなっていうんで、暗いですね。そうですね、そうですね、やっぱこういうね、露出をちゃんと出してくれるやつじゃない、うん、だ中級クラス以上買った方が室内撮影には向いてると思いますよ。自分はあのフリーター立たせるためにはいいのかって、あのそうですね、排出の陣で臨むみたいな、うん、投資しちゃう。値段にしたら5、6万ですよね。あ、もう十分それで買えるんです ね、いいやつ買えますよね、はいはい。どうやってやったらいいのか、そう思いついたこと全部やればいい、やりたいようにやればいいと思いますよ。とりあえず形を取って施術して、施術系が一番再生されやすいですよね。そうですね、うん、人気あるのはやっぱり施術動画である程度長さがあった方が、あった方がね、喜ばれモデルか女性、うん、女性モデルの方が再生したらいいですね。再生されますね、うんうんうん、まあ、それは間違いないです、間違いないですね、うん、あのベイビービューティー、うん、あと、あの、美人と動物と赤ちゃん、うんうん、なんかこうそういう癒し要素、可愛いものとか綺麗なものがあれば人は見るので、うん、まあ、セクシーっていう要素も女性はありますけど、まあどっちかというと YouTube はやっぱり男性の方が多いんで、7割ぐらい男性なんで利用者、そうだね、ね、だからまあ男性の引きがいいものを取れば、まあ、当たるっていう、再生回数狙うんであれば、うん、再生回数狙うんであれば、でも自分がやりたいことじゃないと続かないと思うので、うんうん、自分の撮りたいように撮ればいいと思いますよ。編集とかって大変ですか？大変です。まあ、大変。いや、その程度によりますけどね。自分は最初無料のでやってて、うん、今はソフト入れてやって、まあ、ソフト入れた方がやっぱり編集早いですね、うん、僕は入れてないですね。Mac には入ってるんですよね、無料で、うん、iMovie っていうソフトがね、うん、で、まあ、あれやったらそんなにね、あのトップ YouTuber みたいなことしないければね、うんうん、全く問題ないですよ。でもヒカキンさんも結構一定の時まで iMovie 使ってたって噂が、うん、つい最近まで iMovie 使ってたんでしょう。特別なことをやってるわけじゃなくて、ほんのちょっとしたきっかけで僕らも始めてしまったというかあのなんですけど、意外と昔の友達に突っ込まれたときって、いまだに恥ずかしいときはあったりする。実家の親とかね、うん、何やっとるのみたいな見え目で時々言われるときはありますけど、まあ、そういうのはね、大したことはないですので、ぜひあの、なんていうか、自分が恥ずかしいっていう自分目線があると、やっぱりなかなか人間ってやれないものですけど、うん、動画を上げることによって自分のお客さんが増えたりとか、それできっかけで癒しが増える人が増えるんであれば、それはやっぱり やるべきじゃないですか。なので意外と自分の意識というか自己中心的に考えてしまうと、やっぱり自分ってみんな謙虚にしてしまうというか、いやいや自分なんて、自己否定感って日本人ですごい多いんですけど、でも相手のためだったらね、こう意外と勇気が出たりするので、今後ね、待ってくださってあなたの地域のお客様に知ってもらいたいみたいな感じでやりますと、意外と一歩出せるのかなっていう感じで思います。結果的に喜んでもらえますからね、遠くから来てくださって、いや、来れてよかったです、会えてよかったです、受けれてよかったですって
帰っていってくださって口コミ書いてくださって、ね、みたいな、ね、お互い幸せな。そうですね、はい。あんまりこう花澤さんも動画で見る花澤さんとリアル花澤さんってあんまり変わらないんですよね。で、そのままっていうかね、さらに見たことあったみたいな。本当その一歩目がもうないから、多分今後花澤さんのお店に行くのも多分すごく2回目3回目ぐらい行くよね感じなので、気持ち的にはあんまり緊張ないかもですよね、はい。また終わってからね、質問受けますので、はい、一旦じゃあトークセッションということでね、動画の活用法ということでそれぞれの話をしましたけれども、ぜひね、これをきっかけに、動画もね、始めていただける方が増えたらなと思います。では、第2部の方ね、こちらで締めたいと思いますけど、よろしいでしょうか。はい。はい、では、ありがとうございます。